ペグさん、副業さんありがとう。皆さんこんにちは。昨日の稽古はねめっちゃ長かったよね。めっちゃ伸びてすっごい遅くて、そうだけど、まあ、今日もゆっくりめではあるんですけど、まあでも今日ね、あのファングフェスあんじゃん、5月4日のリハがねあるから、これから稽古に行ってその後リハして、はい、また稽古場行くかな、その後自主練習にどうしようかなって感じですね。今迷い中だね。そう、アイドル活動も頑張らねば。完成に近づいてますよ、そりゃもう通し稽古昨日もしてしたし。亀さんありがとう、葵ちゃんさんありがとう、こんにちは。無事シャツを買いました。あー、いた方ね会場にいた方ね。あー、オンラインもねあるし、今日何曜日でしたっけ、木曜日。こんにちは。答えなら出たのはちょいで。こんにちは。葵ちゃんさんありがとう。振り休憩中か。おいちゃんさんありがとう。明日は、明日も稽古あるけど、明日はみなちゃんとちょっとお稽古の合間にとあるとこに行く予定なので楽しみです。アッキーさんありがとう。天気がいいよね。少しに飽きてない。そう、明日みなちゃんととあるところに行きます。 MJ さんありがとう。そう、嬉しい。そう、行こうって言ってくれて、嬉しい。とあるスイーツを食べるんだ。お稽古がね、もう明日も一日あって、でも空き時間があるから、その空き時間で行こうってなってて、ちょっと楽しみ、ワクワク。そう、最近はもう寝て起きて準備して稽古場行って帰ってきて寝て
感じで毎日同じ感じだけど、まあでも嬉しいというかね、大切な期間ですね。今日はお稽古してファングフェスのリハ行って踊ってまた帰ってきて、自主練、お稽古自主練、舞台の自主練しに行こうかなーって感じですけど、そう今日はちょっとねアイドル活動も入ってますよして、でなんだっけまだ舞台舞台衣装は自前の私服だからいつも着てる服なんだよね。いつもっていうか着たことある洋服っていうか持ってる服、そう自分で用意しないといけなくて、それがちょっと大変でしたね自分で用意しなきゃいけなくて、自分で決めなきゃいけなくて、でも相談したけどこれとこんな感じですとか言って、そうじゃあこれにしてくださいみたいな、そうね、これはもう転売、そうだよね。ペンギンさんありがとう。自前の私服ですね、私服みたいな、なんて言うんだろう、例えば合コンに行く服とかデートに行く服とか、なんかまあシチュエーションに合わせた服、まあ私服です、普通の服。皆既日食してたの？え、してたんだ。パンフレットとか早く見たい。どんな感じなんだろうかと思って。こんにちは。データも悩んでたから、あそうなんだ、そうだよね、お昼休憩の人が多いね。カタログそうだ言ってたもんねそれ、うん、私は一応自分の服であれでした。なんかついこの間断捨離しちゃってたからさ、舞台の前に全然服なくてやべってなった。めっちゃ断捨離しちゃってたからさ、もう ないんだよ服が全然。そう服難民、洋服難民です。そう全然なくて困ったよね。洋服とかマジ全然買ってなさすぎてやばい。プライベートで出かけ全然行かないからさ。ツッキーさんありがとう。ベさんありがとう。話し会はあれだ、4月のやつはなんかあれか、熊本城マラソンの服着ようって言ってたから、その服は着るかな。あと違うなんか服、プライベートでずっと寝てる、うん寝てる寝てる、うん
ずっと寝てるぜ。オフがあればね。でも4月は休みなかったし、4月休みなし。4月休みなしっていうか、もう一日家でこう寝てるっていう日なかった。どっかしら。で3月もなかったよ別に。3月も全然言うて1日とか。2月も、2月は熊本城の休暇だけだね。休暇とかとか、まあでもだから大体ずっと予定がある幸せなことです。葵ちゃんさんありがとうね。舞台でも、舞台があったからね、今月は稽古というね。ねまたでも本当にちょっと、あーこりゃモテーな、もう終わっちゃったらちょっとなんか寂しい感じになりそうで、どうしよう。行きたいなー、こう終わっちゃっても稽古に行きたくなっちゃうな。夏フェス、あ確かに、うー上がるね。上がるね。5月愛知って声出るかな。出るんじゃないかな。まだスケジュールが全然わかりませんが、愛知最近全然寝てないんじゃないかってさ心配してるファンの方いたんだけど、あのね、ちゃんと寝てますよ。でもそう、しっかり寝てる。そう、朝早くないからね。そう、朝早くないから全然寝れてはいるんだけど、夜が長いんで稽古は。寝る時間はちょっと遅いけど、まあ朝早くないからしっかり寝てます。でその分あの家でこうゆっくりしてる時間が全然ない。寝て起きて準備して配信して、あの外出てで帰ってきて寝て、その感じでもうこのぼーっとする時間とかない。そうなしで寝てます。なので全然寝れてるし、そう、あ388、そうなんですよ。だから睡眠優先させてる全然。だから本当そうちゃんと寝てんの。388ありがとうございます。70、いやー今日のリハの確認しやんないとな。もうちょっとやばやば。ありが
とうございます皆さん。睡眠大事ですね。唯一鬼滅しか見てないわ。鬼滅移動中にちょっと見て。あ、推しの子めっちゃなんかいいらしいよね。うわあ、見てないわ。とりあえずあれ鬼滅だけ。頑張ってきます。今日も一日ね。みんなも頑張りましょう。あと今日明日で平日終わるので、ね、みんなで乗り切りましょう。ランキングを見ます。13位ネギさん、12位クロちゃんさん、11位ナオさん、10位コウトキさん、9位ズッキーさん、8位タカッピさん、7位オオキさん、6位ペシさん、5位ヒラユキさん、4位スミスさん、3位ホクピグさん、2位 MJ さん、1位アオイちゃんさんです。ありがとう。でも本当にもう最近もう毎日笑ってんの幸せなことだよね。でもズッキーさん、フクキョさん、ありがとう。稽古場に行ったらさ、もうほんと面白くてみんな、そう、もうあれもう毎日爆笑しててさ、もうストレスがないの。そう、すっごい楽しいんですよ。でもその分演技のことに関してはやっぱ全然できないところもあって、なんかすごい、悩みながらもなんかいろいろ練習して、そこは大変なんだけど、やっぱりそりゃね、もう面白い、楽しい現場すぎて、もう、面白いのみんな本当にだからいっぱい笑ってます。そうだから充実してます。そうなの、だから嬉しいです。いろんな新しく仲良くなった子とかともいっぱい喋るのもすっごい嬉しくて、そう、楽しいです。でも全部含めて楽しんでおります。大変なところとかも含め、そう、いい刺激になってて、もう毎日そう楽しいんです。だから今日も頑張っていきたいと思います。はいじゃあ行ってきますので、皆さんも頑張って引き続き行ってきます。バイバーイ。